はい、どうも、マスターです。おはようございます。今日仕事の合間にね、あと残り短いけど、残りの仕事に行く合間に動画を撮るぞ。あとね、動画のこの映像のストック、ちょっとかなり少ないので、もしかしたら同じ映像が流れちゃうかもしれんけど、まあそこはね、よろしくお願いしますということで、お願いします。前回の動画夜に撮ってたんですけど、やっぱ朝にね、話した方がいいですね。なんでだろうね。朝の方が落ち着いて、まだ頭がしっかりシャキッとしてるからかわかんないけど、夜よりかはなんか朝の方が気持ちよく話せる気がするぞ。これはどうしてなのか。やっぱ朝だからかな。でね、ちょっと今回は前回話しきれてなかったところもあるので、それについてね、愚痴を言おうかなと思います。まあこれはちなみに、誤解しないでいただきたいんですが、すべて僕の妄想です。はい、妄想でございます。そこはね、よろしくお願いしますね。退職届をね、出すように言われましたね。退職届をね、出すように言われたんだけどね、ちょっとこう調べたらね、有期社員で俺入ってるんですよ。有期でちょっと働いてるんですけど、有期の場合はね、退職届いらないらしいんだよね。で、この時点でね、まあ正直もう信用してねえからね、ババアのことは。ババアは社労士、あいつが指示、まあこういうの作ってるのか知らんけど、一応ボスということでね、あいつが。まあお局ですね、結局また。多分こういう書類もね、指示してるのかもしれないんですけど、知らんけど、何も知らんけどね、俺は。なんでかっていうと、これ全部妄想だから。全部妄想なんでね。はい、ババアも妄想ということでよろしくお願いしますね。普通はね、満期満了で何もしなくていいらしいのよ。にもかかわらず、なぜか退職届をね、書くように言われて、で、これってちょっと怖いじゃないですか。いや、なんか怖いのよね。なんか意図がよくわからんじゃん。本来しなくていいことなのに、する必要があるっていうのはね、やっぱなんか怖いじゃん。怖いというかね、もうぶっちゃけもう信用してねえだけなんだけどね、そのババアのことをね。一応こっちからね、更新お願いして、一応まあ正社員雇用のところだったんだけど、まあこれまたちょっと後で話すんですけど、とりあえず、有期は、まあ契約社員というか、そういったものは書く必要がないっていうふうなことをね、見受けたので、ネットでね、ネットのなんかどっかの法律事務所が言うてたので。退職届がまたね、なぜか俺が自ら辞めたいっていうふうな内容の記載になってますね。俺は希望したんですけど、まだ働くってことをね。なぜか俺が一身上の都合で勝手に辞めますみたいな感じのことが書かれてますね。いやー、なんか、うさんくせえな。なんかうさんくせえな。なんかそのババアもやっぱね、なんかちょっとうさんくさいんだよね。うさんくさい顔してるというか、まあちょっとこのババアの似顔絵をね、ちょっと古典に出そうかなと思うんですけど、タイトルはね、BBA ババアっていうタイトルにしようかなと思います。で、来たお客さんにね、これはどういった絵なんですかって、多分聞いてくるお客さんがもしかしたらいるかもしれないので、昔こういうことがありましたと。僕の人生の一部なんです。大事な、とっても大事な思い出な憎いババアの似顔絵描きましたみたいな、そういうね、ストーリーをちょっと伝えようかなとは思うんですけど、そうだな、BBA ババアでちょっと描いてみるか。いい絵が描けるかもしれないね。芸術家っちゅうのは、こういうなんか嫌な環境がいい絵に昇華していくみたいな、そういう話をね、聞いたことがありますわ。なんかあれはね、誰だったっけ、木下進か、木下進の自伝のなんか先輩の画家が木下進に言うてましたね。ちょっと 何の話かわからんかもしれないですけど、なんかそういうのがあるんですね。そういうのがあるんですよ、木下進っていう画家が。退職届、まあ、このことをね、一応ね、ババアに言ったんですよ。で、ババアが、一応俺が、これは、なんか意味あるんですかと。契約している社員の場合は、まあ、こういうのは必要ないですよねと。本来は満期満了で終わるから、こういうのは必要ないですよね、みたいなことを言ってたんですけど、よくわからん回答をもらったね。まあ、特にこれは、効力はない、法的な効力はないし、ただ単に、誰が在籍して、誰が在籍してないかを分かりやすくしたいから、みたいなことをほざいてましたね。何も信用できるか死ねっつって言いたかったですけど、まあ、もしかしたらいつか言うかもしれないですね。とりあえずその場は、でも、これは必要ないですよねっていうふうに、僕はちゃんと
これはでも必要ないですよねっていうふうなことを僕も一応伝えたんですけど、あの人事の女の子がこれはあれこれ勝手に渡したんじゃないのとかね、なんかほざいてましたね。まあちょっとあの一時一句ちょっと覚えてないけど、なんかそういう感じのニュアンスに俺はちょっと受け取っちゃいましたね。俺から辞める感じのこの記載してる退職届の場合だと、まあ、失業保険がどういう動きになるのかねちょっとよくわからんからさ、まあ、ネット上で見る場合だと満期終了の場合は一応会社都合扱いになるらしいんですけど、この退職届気持ち悪いじゃん、信用できねえから、まあ、だから一応念のために確認したんですけど、まあ、ババアはね書きたくない拒否したいみたいな感じでね、なんか小学生中学生をねあやすような感じでねクエスチョンマーク突きつけながら俺に聞き返してきましたね。いやちげえだろと、本来書く必要ねえんだっつう話なんじゃないですか。なんかねやっぱあのババアは姑息ですね、頭のいい姑息なババアですね。法的効力がないって一応言ってるから、まあ書こうかなとは思うんですけど、ただ一応こっちで用意した退職届を出そうかなと思います。うん、一応こっちから希望したけど、まあ、雇い止めされたということを書いてる内容の退職届ですね。っていうか辞める人、在籍してる人をただかあのすぐ分かりやすく確認したいだけで、こんなん書かせるか普通な、よく分からんよね。いや腹の中で何考えてるか分かんねえわマジで。だからあのマウントとか嫌味言う人ってさ、俺よく分からんのよね。その遠回しに言うからちょっと感覚がわからんというか、あ、すいません、ちょっとね話変わるけどエアコンの音入ってるかもしれないですね、ごめんなさい。ちょっと暑くてね、暑くてねエアコンつけてますね。ちょっと前回言い忘れてたんですけど、俺がなんで信用できないのかっていうと、まあいろいろ細かいところはあるんですけど、これ前回言い切れてなかったんですけど、僕がそもそもね正社員で入ったんですよね、ここの会社。まあ、正社員入ってみたら、いざ蓋を開けてみたらね、まあ、実際は有期社員だったということですね。まあ、これはね、俺も悪い部分あるんですけどね、そのサインするときに、その人事の女の子の言葉をちょっと素直に信じちゃってさ、まあ、普通にしてれば、正社員になれるっていうふうに言われててね、まあ、それで結果的に正社員になれず、有期期間とあと使用期間ねどう違うのかっていう話なんですけど、これ前回ね弁護士が教えてくれたんですけど、使用期間の場合はね30日前に更新をやめる、まあ更新、使用期間の場合ちょっと更新をやめるっていう言い方は適切かどうかわかんないんですけど、まあ使用期間の場合はもう正社員前提っていう認識になるのかな、まあちょっとそこら辺具体的な法律はよくわかんないけど、まあ弁護士曰くね使用期間の場合30日前にクビにするっていうね、まあ解雇予告を言うとなんか手当が出るらしいんですよね俺の場合はいつだったっけ、あ、そっか、7月、まあ、今月ですね、今月でまあ仕事クビだと、まあ、例えば言うじゃないですか。でこの場合使用期間の場合は解雇予告手当っていうのが出るらしいのさ弁護士曰くね。ただしそれは使用期間の場合であってね、まあ、通常通りだから普通にね1ヶ月前、まあ、だから普通は6月中旬とかね1ヶ月前の半ばとかで言うと思うんですけど、まあ、そういう場合は解雇予告手当っていうのが出ないらしいのさ。で俺の場合はさ1ヶ月切ってる状態で、まあ俺の場合有期雇用なんですけど、とはいえまあ更新なくなるっていう話が来たから、まあ、だからこの契約書通り使用期間っていう条件の場合だったらこの解雇予告が出るらしいみたいですね、弁護士曰く。出るらしいというか、まあ出る、その条件であれば、まあ、裁判できたらしいんですけど、そうこれをねちょっと前回言い忘れてた、めっちゃ巧妙にできてるなと思って、まあ、俺素人でアホなのでね、もうまんまとね普通にしてれば正社員になれますよっていうそっちの言葉鵜呑みにして、いやーまあ頭悪い俺のせいなんだけどね、まあだからさこれようできてるよね、よくできてるわ。まあ弁護士もね結局社労士も
雇われだからさ、会社代わりつくっていうふうに言ってましたね。表向きはね、中立みたいな、社会の正義みたいな、まあ、弁護士もね、社会の正義みたいなことをおっしゃってましたけど、実際はやっぱビジネスだから、そこら辺はね、うまい具合にこう見せてるところが多いですねってその弁護士が言うてましたね。だからこの昨日の弁護士なんかいいよねなんかいいよね。なぜ有期雇用にしてるかっていうと、まあ結局こういうことだろうね。解雇予告手当、万が一に解雇予告手当というか、こういったものがトラブルにならないように、まあもしかしたらババアは気をつけて、この会社側の希望に合わせてね、有期雇用っていう形にしてるのかもしれないですね。でこれがまたね、ちょっとグレーゾーンらしくて、はい、それにまんまと引っかかったこれということでございますね。まあそんな感じですね。で実際これね、まあやっぱ釣り求人はね、グレーゾーンではあるけど、労基は役に立たねえしな。ただこの解雇したこの解雇した時期によっては、まあ、弁護士に力借りて裁判できたんでしょうけどね。なんか惜しかったね。いやー、まあそんな感じですね。最後死ねっつってね、もうババアてめえ死ねっつって、もう会社出たいですね。いや、もうでも行っちゃうかもしれないですね、最後の日に。まあ俺ほっといてほしいので、話しかけられたらね、俺の中のちょっと悪い部分、口が悪い部分がちょっと出るかもしれないですね。退職届ちょっと騙されねえぞと、これ以上はまあ騙され、まあ多分大丈夫なんだろうけどさ、さすがにそこはね、まあ、信用していいんだろうけど、いやいや、ダメダメ、信用しちゃダメ。そうやって俺はすぐに人を信用しちゃうから、ダメダメ。みんなもね、俺のことも信用しないでくれ。逆に俺も信用してねえから。ババアのことも、ちょっと一部の視聴者もね、やべえやついるのは俺知ってるからな。じゃあちょっと退職届をね、書いて、仕事、行ってこようかなと思います。で、この後ね、終わった後どうしようかな。この会社終わった後僕はどうしたらいいんでしょうかね。ちょっとうんざりした気持ちですけど、はい、というわけでマスターでした。